第6年王座防衛14回、9年間45戦無敗 WBC 世界バンタム級王者ウィラポン。対日本人成績は6戦4勝2分け。あの達吉を2度にわたる失神 KO に追い込み、日本のエース西岡の4度の挑戦を退けた日本人キラーが7度目の日本のリングでさらなる防衛を狙う。今年ですでに36歳、14度の防衛で富も名誉も得た。だが彼が住むのは未だにジムの一室。ボクシングにその人生を捧げてきた。僕は今ダメだよな、ディガチな僕もな。その王者に挑むのは新鋭長谷川穂積。スピードを生かした左カウンターと回転力を武器に現在14連勝中、関西の若きサウスポー。今年2月にはレベルアップを図るため西武ライオンズのキャンプに参加。同い年西武松坂大輔投手との合同トレーニングでお互いのプロ意識を高め合った。その時松坂投手から贈られたグローブ、世界王者の4文字が長谷川の投手を奮い立たせる。すごいでも楽しみにしてますね、世界チャンピオンになることを、まあ、祈るだけですね。そしてもう一つ長谷川を後押しするのは家族の存在。今年10月には第2子も誕生予定。愛する家族のためにも勝利を誓う。ウィラポンに敗れた日本ボクシング界6年の歴史、新鋭長谷川、ウィラポン時代に終焉を告げることができるのか。立吉を2度キャンバスに沈め、西岡を4度退けたタイの英雄ウィラポンを相手に、関西の新鋭長谷川穂積、新たな時代を開けるか。バンタム級王者タイのウィラポンナコンダンプロモーションに千里馬神戸ジム新鋭の長谷川穂積が挑みます。 WBC 世界バンタム級タイトルマッチ。WBC 世界バンタム級チャンピオン118パウンドタイランドディフェンディングチャンピオンウィラポンナコンダンプロモーション。タイの英雄ウィラポン第6年15度目の防衛戦です。本当は WBC 世界バンタムウェイナンバー4チャレンジャー118パウンド千里馬神戸所属長谷川穂積。初挑戦、失うものは何もない。ひたすらに王者に襲いかかります。この試合のレフェリーは7回目の来日、世界戦49戦目のメキシコグアダルペガルシア、川島や辰吉の防衛戦ヘビー級のレノックスル一戦などをさばいています。採点するジャッジはアメリカ、デュエイン・フォード、ゲイル・バンコイ、バート・クレメンツの3人です。そして WBC のルールをご紹介しましょう。WBA との違いはレフェリーの判断次第でノックダウンの数に関係なく危険とみなした時点で試合をストップするフリーノックダウン制。1回で止めることも2回3回で止めることも考えられます。偶然のバッティングにより試合続行不能となった場合、4ラウンドまでなら引き分け、5ラウンド以降はそのラウンドまでの判定となります。さあこの最強王者ウィラポンに日本人の挑戦者としては3人目のチャレンジとなります。新鋭千里馬神戸ジム長谷川穂積が挑みます。 WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、このウィラポン王朝の牙城を下せるんでしょうか。日本武道館、まもなく戦いの幕が開けようとしています。長谷川世界初挑戦、ウィラポンを下せるか。ウィラポンは今ゆっくりと王者の風格でしょうか、戦いの神のペンダントを取りました。そして軽く屈伸をします。注目の第1ラウンド WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、まもなくゴングです。
ウィラコンにとっては15度目の防衛戦ということになりました。左のジャブ早速伸ばしていきました。黒のトランクスがチャレンジャー。日本神戸の千里馬神戸ジム長谷川穂積です。 WBC 世界バンタム級4位。そして黄色のトランクス勝吉を2度、そして西岡俊明の挑戦を4度退けたウィラポンナコンランプロモーションです。長谷川が積極果敢に打ち込んでいきます。放送の解説は元世界チャンピオンの2人、浜田剛さんとセレス小林さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは浜田剛さん、はい、このウィラポンに新鋭若武者長谷川穂積の初挑戦ということになりました。まあ、表情を見るとですね、やっぱり緊張しているか思いましたね。あ、そうですか。テレス小林さん、はい、立ち上がりのこの長谷川穂積の動きどうご覧になってますか。ちょっと硬くなったんですね。あ、そうですか。さあ左伸ばしていきます。浜田剛さん、はい、あの昨日ウィラポンが計量で、初めて1回目の計量 300g オーバーと、そうですね、1回で成功しなかったということになりました。完璧で、来る選手なんですけどね、やっぱりここ3、4年、やっぱりいろんな面で、これはまあ僕の技術面もありますけど、はい、いろんな面で計算通りいかなくなってるというところが言えるでしょうね。ただ30分後に縄跳びを跳んだだけで 300g を落としました。このあたり試合に影響はあるんですか。ちょうど昨日のあの時間から約24時間ありますからね、どれだけ回復したかですよね、はい。まあ食事も取れるし、それで睡眠も取れていますからね。ただウィラポンは全く問題ない、タイではよくあることだよ、日本では初めてだよねというふうに笑顔を浮かべながら話していました。さあ長谷川左を伸ばしていきます。テレス小林さん、はい、このチャレンジャーとして必要な姿勢、立ち上がりどんなところなんですか。やっぱあの右ですね。私の右がやっぱりいいんで、あの右をどんどんね、いやらしく使いたいですよね。長谷川の右のジャブですか。そうですね。そして浜田剛さん、はい、ウィラポンと言いますと、はい、同じくこのノーモーションの右、これまっすぐですね。これをですね、右をジャブ側に使ったり、はい、タイミング側と今みたいですね、思いっきり振ってくる場合があるんですね、はい、これが一番要注意ですね。ただですね、やっぱりですね、ウィラポン普段よりスピード感じられます。これはウィラポン真正面からチャレンジャーのパンチを食う形になりました。ウィラポンですね、やっぱりね、昨日の影響もあるのかですね、はい、戻りがちょっと遅いですね。あ、そうですか。右打った後の戻り、今右打ってちょっと流れてるんですね、状態が流れてますよね。そして浜田さん、はい、長谷川というのはこのスピードですね。また開くのストレート、それで前半取っておくことが大事なんですけどね、取っておくところが今効いてますからね、はい。さあこれもいい感じで入らないですよ。長谷川も冷静にね、真っ直ぐから入らないですよ。正面から来てくれないです、長谷川もね。さあ、もう一回バットを立ち上げた。チャレンジャー、さすがの立ち上がり。ミラボンを狂ってました。アランノーザ、アメリカ、世界の最強の球団しかし。最強王者、ウィラポンに挑んでいる長谷川、しかし立ち上がり、素晴らしいストレートを見せました。この左ストレート、思い切り顔面を捉えました。さあ、まもなく第2ラウンドに入ります。浜田剛さん、はい、いきなり長谷川がこう第1ラウンドペースを掴んだようにも見えた立ち上がり。もう掴んでますよ、掴んでますから、今の状態でもう少し回転を早く、そして、ピッチを上げるといいですね、はい。ウィラポン焦りますからね、焦るとウィラポンですね、ここさ、今の右打ってますけど、はい、あの右が焦ると、もっと流れるんですよ、はい、いいですよ。さあ、スピードがある。だからウィラポンちょっと焦って、今乱れる。さあ、簡単に右打ちからですね、戻りがないですね、もナイス、オッケーオッケー。右打ったら戻りが遅いですからね、テレス小林さん、はい、初挑戦のこの長谷川穂積のこのファイティングスピリッツ、もう相手を恐れてませんよね。長谷川選手一番怖いのは、当たってるんで、正面から打ちに行くと右をもらう可能性があるので、やはり一番自分の最適なスピード、回転、それを生かして最後は最後は決めたいですよね。このウィラポンの右ですね、これは絶対もらっていけませんから。千里馬会長、長谷川穂積サイド、この右は覚悟している、その右をかいくぐってどう打つかというふうに話しています。ただ西岡のところ、この右が速かったですよね。今日はですね、この右に1回目から1回目からスピードないんですよ、はい。状態だけで打ってるんで、状態が流れてる分、あの左ストレートが当たりやすいですよね。なるほど。長谷川さん、はい、チャンピオンウィラポンサイドなんですが、パンチを受けた後、陣営の方がちょっと慌った様子だったんですが、戻ってきたウィラポンには余裕の表情すら見えました。あ、そうですか。で、陣営としてはとにかく長谷川の左に気をつけるという指示を出しています。そうですね、やはり長谷川穂積の左を気をつけたいと話していました。あ、セルス小林さん、おっしゃるように、はい、